こんにちは、ジュピター石田です。今回はえ今回も宮崎県のカレーを食べてみたいと思います。それは宮崎のカレーは何なんでしょう。宮崎といったら地鶏とかですけど、今回紹介するのは衝撃ですよ、衝撃です。こちら、じゃん、宮崎バナナマンゴーカレー。宮崎のバナナとマンゴー、いやもう未知ですね。ネタなんじゃないですかね、これ。でもカレーに甘いものっていうの意外と合うので、早速食べてみたいと思います。宮崎バナナマンゴーカレー出来上がりました。宮崎バナナマンゴーカレーです。こちらトロトロのルーです。トロトロのルー。あと匂いが甘いかなと思ったら結構香ばしい匂いがしますね。あと肉も入っているので、早速食べてみたいと思います。はい、それではこちらの宮崎バナナマンゴーカレー食べてみたいと思います。わ、いい匂い。いただきます。うん、めちゃめちゃバナナ、めちゃめちゃバナナです。うん、バナナの味めちゃめちゃします。バナナの味と、確かにほのかにマンゴーの味もするような、しないような、そんな感じです。ネタかなと思ったんですけど、この最初にマンゴーじゃない、バナナの味がファッてきて、その後にスパイスの感じが、結構スパイスが効いているのですごく美味しいです。うめぇ。あとひき肉ですかね、ひき肉がぴったり合ってます。もううまい。宮崎県行きたくなりますね。お祭りの初日に、はい、到着しました。エレコッチャの時、はい、じゃあお祭りも行かれたんですか。はい。ではこちらの宮崎バナナマンゴーカレー、ネタかなと思ったんですけど、普通にうまいです。バナナの味が結構して、すごく珍しいカレーだと思うので、ぜひ、買って食べてみてください。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは次の県へ向かいます。チャンネル登録お願いします。登録お願いします。